米大リーグレッドソックス、フィリーズ、11日、米マサチューセッツ州ボストンフェンウェイパーク。レッドソックス吉田正隆外野手、30、が11日、日本時間12日、メジャーに復帰した。4月28日、同29日、の本拠地カブス戦の出場を最後に左親指付根通で負傷者リスト、IL、入りしていたが、 1> 約1ヶ月半ぶりにメジャー復帰いきなり本拠地フィリーズ戦のスタメンに5番指名打者で名を連ねたようやく吉田が帰ってきた4月にメジャー2年目で初めて IL 入りし先線離脱していたが約1ヶ月半ぶりにメジャー復帰 8日、同9日に参加マイナー 3A のウースターに合流して1打席目に右前安打を放つなど4打数1安打で、翌9日、同10日は3打数6ア安打で、復帰は14日、同15日以降になるのではという現地報道もあったが、マイナー2試合の出場のみで昇格となった。 メジャー1年目だった昨季は、140試合に出場してリーグ5位の打率2割8分9輪をマークするなど、15本塁打、72打点、8盗塁だった。今季は開幕から指名打者をメインにして24試合に出場。80打数22安打の打率2割7分5輪、2本塁打、11打点だった。